完全復活、本当に完全復活だよ。ありがとう。待ちに臨みました。みーも待ちに待った、待ちに待った完全復活でございます。でも充電があと 9% しかない。そう、普通に明日出るよ、よろしく。そう、明日出ます。あ、そう、24時間全部出るわけじゃないからね。そう、配信来てくれてありがとう。最近のミーのね、おすすめゾーンっていうか、あのお気に入りの部屋があるんですよ。フル参加はできないからね。これはどこでしょう、当ててみ。ダラーン、ダラダラダラン、洗面所、ぷっぷクローゼット、大正解。クローゼットです。クローゼットでした。クローゼットです。お気に入りの場所です。これは隅に入れるので、結構みんなここでね、ずっとこう、もう勝手してる時間の方が多いですね、最近。ヤッホー、前髪が変、落ち着くよ。落ち着きます。そう、押し入れはすごく落ち着く。そう、元気です。ミリエモンですよ。あの、ぜひあのツイッター更新したので、なんかあれはね、すごい漏れたんですよね。なんでだろう、なんかめっちゃ漏れた。ここで撮ったんですよ、カゴ。指輪。あれ漏れてたんですよ。これもなんか、うー、プニ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 。そう、ブログ、そう、タムがいなくなるの寂しい。充電器どこやったっけ。もう、手紙待ってる。
何パーだろう。でもこっちの携帯にしてもいいんですけども、ちょっと待ってね。そう、紫なんですよ。12にした。10年切れた。どうしようかな。こっちでやってみようかな。ちょっと待って。初めてこの携帯から配信するやん。めっちゃひきになりますね。この携帯で初めてショールームする。初めてショールーム、恥しょ。どうです、なんか画質よく見える。なんでだろう。恥書です。恥書。画質いい。めっちゃやだな。え、来たよファンネタ、ありがとう。ん。そんなに画質いいんだ。でも見てみた。どうやって見るんだ。みーの前使ってた携帯かわいい。たい焼きありがとう。なんか今日たい焼き今日までみたいな聞いたことある。おはようございます。達成できんか。普通に歯なそう。はい、お話ししよう。ちょっと前髪がねおかしいけど。お久しぶり。なあ今はねもう本当にね絶好調です。クローゼット涼しい、寒いぐらいあります。本当に元気になりました。すごい体調あれだったんですけど、悪かったんですけど。あとちょっと咳出るかなくらい。なんか強い点滴打って、そっからはもう無事
心配、すいません、心配おかけしました、すいません。フード取ります。宇宙無事ですよ。なんか前髪を切ったんですけど、気づきましたかね。森は禁物。眉毛が、あ、取れちゃった、なんか細くなっちゃった。皆さんツイート、あ、はるみちゃん画質良すぎ。そう、携帯を変えたんですよ。そんなに画質いいのかな、やだな。ずっと家いるよ、そりゃ。自宅警備してました、ずっと。任せてください、自宅警備。モデルさんの画質とかあるの、ケバンド、マジでいい、一眼レフみたいな感じ。これショールーム加工できないから、嫌なんだよね。夕日綺麗だったでしょ、見た、公園いた、公園は7月9とかですかね。娘からの、今まだ更新してないから、ケバンド？あ、なるほど。公演楽しみ、本当楽しみです。こんばんは。なんか前髪が変ない、気になっちゃうな。今日は早く寝ません、なんか最近寝すぎて寝れないみたいな、ことが起きつつあります。寝すぎて寝れないよね、もう。私も好きです。ココナッツさん、だるまありがとう、 Thank you。 そう、明日久々にメンバーと会いますね。眉毛が下手くそで、肌汚いよ。なんか近くで見たら、なんかね、光で
ライト消えた。髪をショートにしたいのですが、どうかな。もうちょっと前よりこんな感じに切りたいんですけど。と即許可いるけど、こんなね、もうこんな感じに切りたくて、伸びたかなと思って。そう、広瀬すずさんみたい。前よりはちょっとボリュームをこう結構伸びたので、ゆきりか、ああ、切りたい。前髪ダメだよ。命。よいしょ。今目あったね。落ちちゃった。ライトない方がいいのかな。ミーの。なんか掃除してたら出てきた。ここ。あれ、これ等身大の顔のでかさじゃん。なんかこれが家にある方は、等身大でもないけど、まあだいたい同じ顔のでかさです。これと。確かに変人だ。等身大ではなかった。ピンクの靴はストレッチをするやつ。これで腰とかをこうやるっていうやつ。
この、片付けてる思い出ボックス、なんて書いてるこれ、うわ、みーが小学校1年生の頃に描いた絵が出てきました。これは 1-2 って書いてある小学校の絵だ。怖い怖い、画伯だ世界線怖い。怖いです。はい。恐ろしい。懐かしい。懐かしいですね。空の色やばいね普通に。そう。そう、広島に持ってきた。寂しくて見たくなるから。おやすみ。じゃあみーも寝ようかな。ゴミ箱じゃないよ、色画用紙とか入ってるやつ。もうみークローゼットに何も入ってない、断捨離したので。また断捨離しちゃったよ、いらぬものまで捨てて捨ててしもうた。ミリの家何もない。ミーの家はね、本当にね、もう何もない。ね、よく捨てるので。今日はマック食べました。マックマック。増やしたいものは服を増やしたいですね。マックFF。 確かにこの筒はね、ちょっと自分のじゃないからマネージャーさんのっていうか、あの STU のだから捨てれないんで、捨てたくても。でも持っていくのもなんかめんどくさいから、こう普通に腰掛けとして使ってます。わーっとこうやってテレビ見たりする。本当にね、ここにこう置いてこうやってテレビ見てる、いつも
ですかね。こうやっていつもテレビ見てる。こうやって日常、Bの日常こんな感じ。これで YouTube 見たり、携帯見てます。本当に大学生だよ、やばい。しかも人をダメにするソファーが、ここは押し入れだからさ、え、英語もこの体勢、ここは押し入れだからね、別にあれなんですけど。フーディー、暑くない？寒いの？なんかずっとそこにソファーはあるので、こうやってしてる。あー暑くない？寒いっすー、寒いっすです。じゃあ2000人いったら終わろうかな。フリーターミリです。フリーターミリ、未将来の、あ、タム吉に似てる、この画角。タム吉、どうしよっかな。さ、今日のミーの服は。ユニクロです。なんかこのズボン結構お気に入りなんですよね、ブカブカで。あ、これこの前サイン会の時も履いてたわ。家系女子、他にも健康グッズあるある。ユニクロです。大学生っぽい。ってことで、そう、ミー断捨離族だから。ちょっと待って、紹介したいのある、みんなに。なんか当てて。じゃあ、じゃじゃーん。おかゆー
ASMR 風でやりました。これマネージャーさんの容器だ。保存効くんじゃないですかね。これ冷凍していいやつかわかんないけど、どうなんだろう。保存効くよね。みんなからね鬼マネって呼ばれてる方ではなくてギャルみたいになってる、なんかならなくてみーのみーの新しいね担当マネージャーの女性の方です。優しい。あだ名なんてつけようかな今悩んでる。あだ名考え中。何歳なんだろう。そのマネージャーさんが作ってくださったご飯を食べます。牡蠣醤油をちょっと垂らして食べるのがミーの今の流行り。見て、鶏肉、肉、鶏肉もいただきました。でもフライパンがないのでね、ちょっと冷凍してこれは後日恵子の家でいただきます。って感じです。みーの最近の、そう、みーのマネージャーさんマジ可愛い。なんか優しいオーラがにじみ出てる系ですね。そう、こんばんは。食器全部捨てた。そう、人ん家でね全部焼いたりするので全部捨てちゃう。なのでね、ぜひ プレゼント開封が OK になった瞬間に、なんか鍋セットみたいなの欲しいです。まな板とか普通に欲しい。あ、おしゃれなあのお箸とかもお茶碗とかもないので、普通にそっち系が欲しい。トイレットペーパーとかそういうのが欲しいです。柔軟剤とか、歯磨き粉とかも欲しい。マイキューさんのモノマネができるかもしれん。カバンの中に入るマイキューさん。今日歯磨き粉買いに行ったわ。ねえ、柔らかくないよ。マイキーさんってあれ関節外してんのか気になる。なる、そう、なんか岬暑さを感じないんですよ。暑いってか暖かい。
クーラーもつけてない、ドア開けてるから。そう、今度お泊まりしようねっていう話を Q さんとしてた。汗は出るけど今は出ない、別にそんな寒い暑くもないしかな。ピースってことで、なんか出る、何も出ないです。いや、みーの家ね、もうなんか全然いいんですけど、みーの家でも、でもなんかそんな人様を入れれるようなお部屋ではないので、さすがにダメだ、入れさせれない、特級呪物。みーのこのこんなテンション、どんなテンション、綺麗っていうか本当にね、なんか何もないんですよ。布団とテレビしかない本当に。うん。何もない。なんかね、もうなんか充実してない部屋が。私この断捨離族なので。そうなんですよ。服もね、もう4着ぐらいに絞りました。もうだってクローゼットなんですけど、ね、何もかかってない。断捨離しました。でへ、だから話し会はね、同じ服で。ぜひプレゼント待ってます皆さん。あ、でも本当に大切なものは取ってる、ファンレターとか。プレゼント待ちです。ぜひぜひ服とフライパンとお箸とお皿、可愛いお皿が欲しいです。うん、ファンのものは無視しません。断捨離しません。何色のお皿？え、可愛い柄がついたやつがいいな。チェック払い。いやでも普通に服が欲しい。物が溢れたな。その時はありがとうって言ってパシャって写真撮って捨てます。さすがにプレゼントは捨てれない。もらったものはちゃんとあるよ。すごい。2000円までねって言ってたのに、あ、間違った、2000人までねって言ってたのに2600年あ2600人いるわ。なんかね、そう
に物とかをすごい増やしちゃうから、プリクラとかも写真撮ってダウンロードして捨てるとかにする。かな。か、あの頭の中にあのコピーする、思い出思い出って。これ Q さんとのプリクラね、プリクラケースみたいなあるんですよその中にあります。歯とかは捨てる、捨てる派です。ハートぜひツイッターいいねとリツイートお願いしますということで、長々と配信してありがとうございました。また明日会いましょう。バイバーイ。そうそう、事故るかと思ったまたいつか明日の配信で会いましょう。バイバーイ